気仙沼市大島の歯科医院がピンチです。週に一度続けられてきた巡回診療が来年3月で終わってしまうため、市が歯科医師を募集しています。大島では島で唯一の歯科医院が去年閉院したため、その後は市立病院の医師が巡回診療をしていました。しかし担当の医師が来年3月で定年退職することになり、続けるのが難しくなりました。おととし4月に気仙沼大島大橋が開通し本土と結ばれましたが、大島の人口およそ2300人のうち高齢者が半分以上を占めます。通院する足がないですから、年配の人は車のある方ばかりじゃないですから、いくらか歩いて通える範囲であればいいなと思います。この歯は大島院で入れたんです。それをわざわざ今度は気仙沼まで行ってやらなきゃいけないんですよ。高齢者になってだんだん気仙沼の方にも行けなくなるんですよ。そうするとやっぱり地元にあった方が。こうした声を踏まえ、市では今月に入って歯科医師の公募を始めました。閉院した大島歯科クリニックで開業するか、少なくとも週1回巡回診療できることが条件です。クリニックにある医療機器は無償で使える一方、収入に市からの補助はなく、運営にかかる費用は自己負担です。また診療に必要なスタッフは自分で手配する必要があります。橋ができて、市内の方の歯科医の方へ通うことは可能なんですけども、どうしても今まで近場にあったお医者さんの方で治療を受けてた方々についてはやっぱり不便というような形が感じられるかと思っています。大島地区でですね、歯科診療をですね、行うお医者さんの方を募集しておりますので、どうぞ応募の方をしていただければと思います。はい、募集期間は今月末までです。今日までに数件問い合わせはありますが、まだ決まってはいないということです。